きたきた、新型 CBR600RR の情報がついに解禁しました。こんにちは、タラニーのバイクニュースチャンネルです。速報ということで、ホンダのミドルクラスのスーパーバイク、新型 CBR600RR が8月、三重県は鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間耐久レースで展示されることが本日発表されました。そしてこのモデルはどうやら2024年の2月、来年ですね、こちらに向けて販売が開始される車両を展示ということです。今回は本日発表されました新型 CBR600RR について現在分かっている情報などをお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではこちらですね、ホンダバイクのツイッターの画面になります。もうすぐ鈴鹿8体ホンダブースに行きたくなる動画をお届けいたしますということで、新型 CBR600RR のティザー動画を公開しました。2020年にですね、電子制御がフル投入されている現行の PC40 型、こちらがね、今回令和2年排ガス規制に対応して新発売になるというモデルが、来月開催の鈴鹿8時間耐久のホンダブースで展示されるということで、今ではもうこの CBR600RR と川崎の忍者 ZX6R のもう2つだけになってしまったミドルクラスのスーパースポーツクラスですね。先日ですね、忍者のこの ZX6R についてはヨーロッパでね、新型が発表されて、今年くらいに発売するのかなっていうような感じで、まあモデルチェンジをねするっていうような形だったんですけども、まあライバルの、ホンダさんの方もこちら CBR の 600RR の方ですね、新しいモデルがもう少しでお披露目になるということで、まあ、非常に楽しみなニュースが、入ってきました。まあ本題に入るまでですね、ちょっとリスナーの皆様にお聞きしたいことがあるんですけども、この CBR の 600RR っていうのなんですけど、これ実際正式名称ってどういう風に言うんですかね。まあバイク、スーパースポーツのねバイクっていうと、いろいろこの R がつく、社名のねモデルが多いんですけども、ちょっと前にこの ZX4RR の動画を出した時に、僕最初にですね、この ZX4RR みたいな感じの言い方をしてたんですけども、結構なんかコメントのどこかとかでですね、川崎の方は RR じゃなくて RR という読みがね正しいっていうような感じで聞いてたんですけども、こちらの CBR の 600RR とかもですね、これも結構よくネットとかで見るとね、 CBR の 600RR っていうのもあれば RR っていうのもあるし、あとは6ダボっていう言葉もねあって、まあ2ダボとか6ダボとか、こちらのね CBR1000RRR、 これも1000トリっていうような感じで言うんで、 CBR1000RRR っていうのか、まあ、CBR1000RRR っていうのか、まあ1000トリっていうような感じがね、多分その 1000RRR、 1000RRR の 1000RRR のね、まあ略語になっていて、こちらのね CBR の RR の方も6ダボっていうのがね、CBR600RR の、まあ、ちょっとこう省略した言い方が6ダボっていうような感じの言い方になるのかなと思うんですけども、これ正しい、発音の仕方がね、どれが正しいのかっていうのがちょっとわからないので、もしこれが公式の呼び方だよっていうのがわかる方いらっしゃれば、ぜひあのコメントとかで教えてください、お願いします。そして現行型のね CBR の 600RR は、2016年に1回生産がね確か終わってるんですけども、当時のユーロ4の排ガス規制かな対策して、2020年に新しくまた発売してっていうような形だったんですね。現在ヨーロッパでは販売はしていない、まあ、これユーロ5の、規制に適合してないからっていうのですね。なんでまあアジア地区とかね、まあ、日本とか確かアメリカだとね前の方がまだ発売してたのかな、なのでまあ結構販売しているね国は限られてるっていうモデルだったんですけど、まあ、これが2024年型というかね、今度の、鈴鹿8体で、公開される新型の CBR600RR に関しては、まあ、ユーロ5と令和2年の排ガス規制に対応して、まあ、多分これはヨーロッパでも販売で、日本でも年明けの2024年の3月くらいに多分発売するんじゃないかなっていうような話ですね。ただ結構ね、これが今、現行モデルの画像になるんですけども、ここのね、ティザー画像にも、あるようにですね、基本的には今、ホームページとかでも載っているこの現行型の CBR の 600RR と大きくデザインが変わるっていうことはないです。ここまで排ガス規制に、適合させて、まあ、これからも販売が継続できるっていうモデルになってくるので、まあ、こちらのカラーリング変更と排ガス規制対応ですね。あとは、オプションであったね、クイックシフターとかもちょっとこう対応になるみたいな感じで言ってました。
一応今のところね聞いてる情報を結構まとめてみるっていう感じだと、排ガス規制にまず適合しています。でカラーは、現行の、トリコロールというかね、赤のカラーと、あとはマットブラックが新色で追加になります。でレッドはですね、今これが、グランプリレッドというカラーでね販売してるんですけども、これにもうちょっとねホワイト部分がなんか増えるような感じで言ってますね。で、新型はこれにもう一色、加わりまして、ちょっとこう色分かりにくいんですが、さっきのティザー画像こちらで見るとですね、まあ、ちょっとこうマットグレーというかマットブラック系のカラーになってくるんですけども、こちらの CBR1000RRR ですね、こちらもねカラーリングがグランプリレッドと、もう一色ですねこちらのマットパールモリオンブラックっていう、このマットブラックがあるんですけども、どうやらこのカラーリングが新しく採用になるみたいっていう感じですね。でアクセサリーでですね、こちらにありますこのクイックシフター、こちらが、どうやら標準装備になるみたいです。まあ 26,950円と、まあそれの取り付け工賃とかね、まあ、含めた金額っていうような感じになると思うんですけど、まあこれが約3万円分くらいですかね、これがついてくるっていうような感じだと、まあ結構嬉しい、オプションが標準装備になるのかなっていうような感じですね。一点ねお話変わりますけども、 CBR の 600RR ですね、今非常に高額になっているアクセサリーが一点あります。でこれが何かという、でその高額化してるねアクセサリーが何かというと、ここにありますタンデムシートですね、これを一人乗りの、まあ、レーシーなスタイルにするシングルシートカウルっていうアイテムがあるんですけども、こちらですね今これがかなり高額化していて、あの今これがですね個人売買サイトヤフオクとかメルカリとかでですね非常に高額化になっていて、今こんな感じで見てもらうと分かるんですけど、 PC40、まあ、現行のタイプですね、ちょっと2種類あって、こういうちょっと古めのタイプはまだ比較的安いんですけど、特に今レッド一色で売っているこちらの PC40 のタイプですね、この現行型に対応しているシングルシートカウルが、まあ、2万円とか3万5千円、中にはこういった4万円、4万5500円とかですね、これも4万円、これも5万2000円落札とかですね、まあ、非常に高い金額で落札されています。でこれなんでこんなに高いかっていうと、結局この CBR600RR のですね、これ CBR600RR なんですけど、まだね、現行モデルにもかかわらずこのシングルシートカウルがですねもう生産終了というか、あの販売してないんですね、メーカー自体が。なので中古でしか購入ができないということで非常に高額化されています。そして来月の20日三重県の鈴鹿サーキットで、展示をされる新型 CBR600RR なんですけども、まあ、こちらちょっとね関西方面の方は非常にアクセスしやすいと思うんですけど、東京とかですね東北方面とかでねなかなか行けないっていう方はですね、多分10月かなと栃木県茂木で開催される、MotoGP 日本グランプリですね、こちらのホンダの、ブースでも展示はされるっていうことらしいので、ちょっと8月の灼熱の中ね、三重県の鈴鹿サーキットまでちょっと行く元気がないっていう方はね、茂木の方でも、この新型の CBR600、まあ、そのあたりは多分こういったホームページでもね画像バンバン出てると思うんですけども、まあ、ぜひ現車を見たい方はねツイニング茂木の方まで足を運んでみてはいかがでしょうか。ただちょっと気になってくるのは、排ガス規制ね適合してこれからも販売が続いてくれるっていうのは嬉しいニュースなんですけども、その新型の CBR600RR の値段が果たしていくらになるのかなっていうところですね。現行型のタイプでも今106万6000円ということで、現在ね唯一のライバルともなっているこちらの忍者の ZX6R の KRT エディション、こちらに関しても104万8000円ということで、現状でもね結構20万円くらい高い金額になっちゃってるんですよね。で新型の ZX のね 6R に関しても多分今年中にはね新型に関する発表川崎の方からあると思うんですけども、おそらく価格アップはしてもねこの160万まで20万近くね値段が上がるってことは多分ないんじゃないかなと思うんですよね。ただこっちの CBR600RR に関しては今のところはね純正アクセサリーで約2万7000円くらいするクイックシフターが標準装備になります。でサスペンションセッティングがちょっとこう変わってるっていう話かな。であとは排ガス規制適合、まあエンジン出力とかねエンジンの何か特性が
変わるかもしれないんですけども、やっぱりね、排ガス規制適合とかのいろいろな手を入れるとやっぱり値段はアップしてしまいます。で、大体こういうホンダさんの車両になってくるとね、おそらく5万円くらいとかは上がってくるんじゃないかなっていう気がするので、まあ多分、まあ、5万円以下ぐらいでね住んでほしいっていうのが、まあ、本音なんですけども、まあ、あんまりね正直言っちゃって世界的に需要がない600のスーパースポーツクラスっていうような形で、この姿ねスタイルも大幅に変わるっていうわけではないんですけども、結構ね165万円台とか多分170万円台にはなんないと思うんですけども、結構値段は上がる可能性はあります。まあ、今日ですね7月の21日に新型この CBR600RR の話の方は出てきているので、まあ多分ホンダドリームさんとかね、そういったところお付き合いある方とかはね、もうすぐお問い合わせとかしてて、まあもしかしたら公式ではない仮予約とかね、そういった問い合わせ入っているのかもしれないんですけども、多分まだホンダさんは正式な値段、販売店さんの方はまだ知らないんじゃないかなとは思いますけども、値段はおそらくこの106万6000円からは上がると思います。まあもう逆にこういったセンターアップのねマフラーのスーパーバイクって、もう世界的にも本当にこういう CBR の 600RR くらいにもなっちゃったですかね。昔はトライアンフのねデイトナー675とかそういったモデルでもあったんですけども、本当にもうこのセンターアップマフラーって結構非常に見た目がレーシーでかっこいいんですけどね、まあ、今はマスの集中化というか、こういうアンダーマフラーの方が主流になっちゃったのでね、こちらのようなスタイルのバイクが今後も販売してくれるっていうのはね、非常に嬉しい、ありがたいニュースではあるんですけども、まあ、どういう風な、カラーリングとかねスタイルになるのかっていうのは、まあ、ぜひね鈴鹿8体ホンダブースで確認してみたいと思うところですね。で、ネットの声をちょっと見ていこうと思うんですけども、こちらの永遠に弟子さんですと、ZX6R に決めたつもりだったか、こいつは気になるぜっていうことで、これはどっちでしょうね、新型なのか、旧型というか現行モデルなのか、ちょっとどっちか分かんないですけども、本当に、ライバル車両っていう感じですよね。はい、宇宙人さん、この方多分同じ PC40 乗ってる方ですかね。後ろだけ見たら、俺のバイクのまんま。けどさすがに興奮するわということで、やっぱ新型発表になるっていうことは、結構ワクワクするニュースですよね。はい、こちらは HK Force V4 さんですね。はい、現行型が最終でなくてよかったということで、まだまだ、こちら継続するモデルということで嬉しいニュースですね。はい、こちら、600RR09 さんですね。最近グーバイクで中古車がよく出るなと思ったら、こういうことだったんだなっていうことなので、そうなんですかね、ちょっと見てみましょうか。はい、こちらグーバイクですね、中古とか2021年の633キロで184万8000円。あ、高いっすね。下の方も179万8000円。まあ確かに、今トータルで見たらね、95台ぐらい車両があったんですけど、まあ、やっぱりぼちぼち、走行距離はそんなに多くない、現行モデルですね。ここら辺はあれか、2013年とかか。やっぱりちょっと現行モデルは値段がすごい高いですけど、ただこれが新型が発表されるとね、おそらくこういった価格だと売れないんじゃないかなとは思うんですけど、確かにやっぱり中古車もそこそこはこう出てきているような感じには見えますかね。はい、こちら743、現行型の排ガス規制対応版カー、新型でアポマフラーはないと思ったっていうことですけども、まあ逆に言うとちょっとね、もう大胆にフルモデルチェンジ、大幅にもスタイルも変わるぐらいのフルモデルチェンジっていうのはもうこういったクラス難しいとは思うのでね、まあなんとか、現行のスタイルのまま、排ガス規制を通して、まだまだ販売できるっていう状況に、仕上げてきてくれたのが今回の新型 CBR600RR になるっていう感じになると思います。はい、こちらチキンさん、買います、買わせてくださいということなので、まあ、ぜひ本当に買ってほしいですね。スイさん、展示ブース行きたい、本当に鈴鹿8体ね、まあ、8月開催ですけども、まあ、非常に会場熱いです。僕も3回くらいかな行ったけど、非常に暑いので、ね、まあ、熱中症とかライダーさんも長時間ね、あの中走るのって非常に体力、気力ともに大変ですけども、観戦する人もね正直8時間耐久観戦レースっていうのが鈴鹿8体なのでね、まあ、ぜひ体調に気をつけて、鈴鹿8体皆さん行ってくださいね。はい、りょうわんさん、センターアップやっぱええなということなので、やっぱセンターアップマフラーって本当に見た目かっこいいですよね。はい、いちいさん、まだ600出るのか、 R6 は出ないのかと噂なのにということなので、
今はもう本当ホンダと川崎もう2メーカーしか出していないという形ですね。スズキと、ヤマハさん、こちらのね2メーカーもまた出してくれないかなとは思いますけども、ちょっと難しいかなと思います。はい、こちらキーちゃんさん、ロクダボだけはセンターアップマフラーを貫いてくれるの好き、乗らんけどって、乗らんのかいって感じですね。はい、こちらユウさん、8体育士と目の前で新型早々に見れて羨ましいなっていうことですね。やっぱり、見たい方、いち早く現物を見てみたい方は、ぜひ鈴鹿8体会場、足を運んでみてくださいね。はい、ケイちゃんさん、やっと来たな、これでクソ転売ヤーのロクダボ2020の激高相場が崩れるなっていうことで、まあ、グーバイクに限らずね、メルカリとか個人売買でもね、この CBR の 600RR って非常に高値で、売買されてるというかね、かなり強気な値段掲示されてる方結構見かけたのがあったので、まあ、ここら辺ですね、まあ、お買い求めやすい金額になってきてくれればいいなっていうところになりますね。はい、船淳さん、センターアップマフラーには非常にそそられるよねっていうことなので、やっぱセンターアップマフラー好きな方多いんですよね。はい、ゾウシャウーマンさん、新型ロクダボウェイっていうような感じですけど、やっぱこれあれ 600RR っていうのは 600WR でロクダボって言うんですか。本当にねここら辺正しくね発音して言いたいなっていうような感じではこの動画作ってる時いつも思うんですけども、まあ、なかなかね、日本語って難しい読み方っていうかね、日本語難しいっていうところもあったりするので、先ほど冒頭でも言ってましたけど、ぜひ教えてください。はい、コウワさん、また PC40 型、それともフルモデルチェンジするの、8体育士と見てきてっていうような形で、まあ、基本的に PC40 型は多分継続になると思います。まあ、排ガス規制新しく対応するんでね、ちょっと型番は変わるかもしれないですけどね。ただフルモデルチェンジではないっていうのが今回の新型 CBR600RR の内容になると思います。はい、シーモ GSR400 さん、アップマフラー 600RR、 鈴木さん今ですよ、 GSR400600 アップマフラーで2024年モデルを、無理ですかね、ダメですかね、無理ですよね、責任のこと言ってすいませんっていうような形なので、鈴木のねやっぱミドルクラスってほんと GSXR600 とか750とか1000とかね、本当にたくさんのバリエーションのスーパーバイク作っていたので、また鈴木さん頑張ってくんないかなとは思いますね。はい、ということなので、こちら、本日7月21日ですね、新型の CBR600RR が今年、8月もう来月ですね、鈴鹿で開催される鈴鹿8時間耐久ロードレースのホンダブースで、展示されるというのがホンダの公式サイトから、急にニュースが発表が入りましたので、今回はこちらを取り上げさせてもらいました。また、来月になればね、その新型の CBR600RR スタイルどんな姿がねお披露目されたのかっていうのはネットとかでも画像とか、出てくると思いますけども、ぜひ楽しみにその画像とかね、まあ、8体どうかな、行けるのかな、行きたいかな、行きたいっていうのはあるんですけど、結構ねあれ感染してるの大変なのでね、ちょっと僕は行かないかなっていうような感じの方の気持ちが強いですけども、まあ、ぜひね、現地で見る方はじっくり隅々舐め回すような感じで新型の CBR600RR を見てくださいね。またこちら新しいね情報とかそこら辺が入ったら取り上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。長々最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひよければチャンネル登録、いいね、高評価、コメントも書き込みよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの。